日本の政治家、もう皆さん、国民を完全にバカにしてんのよ、俺たちを。李先生のフーバーレポートの内容は、日本の有力な政治家の耳に入っているのでしょうか。李先生、フーバーレポートを聞いている政治家と面識はあるのでしょうか。ないことはないですけど、個人的には私と話されますけど、西野フーバーレポート聞いてるったら選挙に落ちるんじゃねえか。皆さん、日本じゃ言っちゃいけないことがいっぱい。なんでこんな国になったの。店それ言って大丈夫です。大丈夫かって、おい、どういうこっちゃ。皆さん、俺たち美味しいものを食べて、美味しい娯楽して、それで終わりか。西や岡崎は研究して本書いて出版して、それで終わりか。人生ってのはもっと幅あるんだろう。深みもあるんでしょうが、日本の政治家、もう皆さん、国民を完全にバカにしてんのよ、俺たちを。皆さん、どういう意味か分かりますか。バカにされてるってのは、税金を払わなきゃ警察が出てきて差し押さえとかで、物を言ったらどうなんですか。あいつは教授のくせにこんなこと言って、政府に反対するようなことを言って、総理の足引っ張る。皆さん、足引っ張らなきゃ、それはマスコミのお仕事だろうが、あれだけジャーナリストがいて、で総理大臣についてガーガーと回って、財務大臣について、皆さん誰も日本の円が大暴落してる話はしない。皆さんが例えばこれからハワイに行かれますと、1ドルが145円から50円になってますよ。すなわち 50% 安いわけ。アメリカの食べ物めちゃめちゃ高く見えるわけですよ、日本円で。政府の一番大切なお仕事は、国民の命を守って国民を裕福にすることです。あと何にもない。規則作るな。ご視聴ありがとうございます。今回の内容はいかがでしたか。私たちプライド&ヒストリーは、日本人に自信と誇りを取り戻してほしいという思いから、日々情報発信を行っております。毎回多くの方にいいねやコメント、チャンネル登録をいただき、とても励みになっております。次回もお楽しみにお待ちくださいませ。なお、西俊夫のプロフィール詳細やフーバーレポートのお試しは下の概要欄から確認ください。